皆さん、こんにちは。しのたんです。はい、今回はですね、Get Ready With Meを撮っていきたいと思うんですけど、今日はちょっとね、女子会をするんですよ。女子会をするので、女子会向けのメイクをしていくつもりです。だいぶ夏もね、始まってると思うので、ちょっとなんか色物とかも使っていきながらメイクしたりとかしていこうと思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速メイクからやっていきます。下地をこぼしました。下地の事件は私多いんだよな。ちょっととろっとしたやつとかだとこぼれたりとか、出しすぎますね。結構出しすぎた時ってどうしますか、皆さん。下地だったらまだいいんですけど、リキッドファンデとか出しすぎた時って使わないともったいないっていう感じがしちゃって、すごい塗りたくっちゃって、結果めちゃめちゃ厚塗りになるみたいなことがたまに起きるんですよね、私。もったいないっていうので、どうにかして肌にのせちゃうのでっていう時があるんですけど、ないですか皆さんは。さすがにないか。女子会って言ってもそんな、なんか今女子会にみたいなもんですけど、遊ぶときは大体女子会っていうと、やっぱ女子受けのメイクとかファッションとかで行きたくなるじゃないですか。だから今日はそんな日のゲットレディウズミを撮ってみようかなと思って、女子会って言ってますが、なんか前にインスタの DM で、しなたんって友達と遊ぶときって何しますかみたいな、女子会するときって何しますかっていう DM が来てたんですよ。その方は大人になるにつれて、昔よりも遊ぶ幅が狭くなったっていうのかな。遊ぶイコールご飯を食べるみたいな感じで、ご飯を食べ終わった後どうする、何するみたいなのが増えたっていうのを書いてあって、私もそうです。なんか遊ぶイコールご飯を一緒に食べようっていう感じでいつも会ったりとかしてるので、すごく共感しました。それにみんなはどうしてるんだろうと思って、それを聞きたかったんですよ。私もやっぱりね、 JK ってすごいなって思います。遊ぶたんびにプリクラ撮ってみたいな。でも私たちの世代というか、私が高校生の時はタピオカがすごいブームの時期だったので、毎回、本当に毎回遊ぶたんびにタピオカ飲んでました。よう飽きなかったなって思うんですけど、フレーズプリトってタピオカ飲んでそっから何するみたいな感じだったので、プリクラも取らなくなったし、タピオカもまあ飲まなくなったし、今の子たちは何してるんだろうってすごい思います。何してますか。まあでもなんか今はね、ご飯行っていろいろ話すっていうのが楽しい時期なので、それがメインになってくるんですよね、どうしても。なんかいいのがあったら教えてください。よし、じゃあこんな感じで今アイシャドウまでやったんですけど、さっきオープニングでもカラー物を使おうかなって思ってるって言ったと思うんですけど、アイラインで色物をね、入れてみようと思ってます。ちょっと今回使いたいアイラインがあって、ずっと私の動画見てくれてる方はいつも私がラブライナーのアイラインを激推ししてるっていうのは知ってると思うんですけど、そのラブライナーのペンシルのアイラインがリニューアルをねしたそうで、パッケージがね変わってたんですよ。そこまで大きな変化はないんですけど、ホワイトベースのよりシンプルな感じになってて、7月5日に発売してるので多分見かけてる方もいると思うんですけど、私も日頃からめちゃくちゃお世話になっているので、これはみんなに紹介したいと思って、ちょっとだけこのリニューアルした点だったりとか色味とかを紹介したいなと思ってて、全部でね今回4色あるんですけど、どれもブラウンベースのアイラインになってます。でちょっと一個一個出してみますか。まずこちらのラブライナーのクリームフィットペンシルのミディアムブラウンを出してみようと思います。あ、でそうだ、リニューアル前のラブライナーのペンシルのアイラインって繰り出し式になってるんですよ。ペンシルなので繰り出し式になってるんですけど、元に戻せなかった。一回出しちゃうともう中にしまい込めなかったんですよ。なんかね、芯の関係でどうしてもそれができなかったらしいんですけど、今回リニューアルしてなんとね戻せるようになってるんですよ。今ねこうやって芯出したんですけど、これが戻るようになってるんです。すごい。そう、しまえないって分かっててもね、ちょっと出しすぎちゃう時もあったので、戻せるようになったの本当にありがたいんですよ。じゃあまずミディアムブラウンから出してみます。はい、こんな感じです。変わらずの発色の良さ、軽くピーってなぞっただけなのにムラなく綺麗にピタッと乗ってくれるんですよね。これが本当に私も大好き。ミディアムブラウンはすごく使いやすいブラウンだと思います。この4色の中では多分一番濃いめなカラーなので、目元を適度にこう引き締めたいっていう方はこのブラウンがおすすめです。そして次がクリームフィットペンシルのアッシュブラウンをつけてみようと思います。アッシュ系って可愛いですよね。すごいおしゃれだし、私もすごい好きです。アッシュ系出してみます。はい、こんな感じです。
ぱり本当絶妙ですよね。なんかラブライナーのアイラインって本当に絶妙な色の違いをうまく出してくれるから、いつもいつもブラウンでもこんなに種類あったんだっていうのでびっくりするんですよね。やっぱこっちの方がアッシュっていうのもあって、色的にはミディアムブラウンよりもちょっと薄めな感じですかね。目元にすごく透明感を与えてくれるような、より目元に馴染みやすかったりとか、私みたいに髪の毛がこう明るいっていう方とかでもすごい使いやすいカラーだと思います。では続きまして、クリームフィットペンシルのメープルブラウンをつけていきたいと思います。メープルブラウン可愛いですね。乗せてみます。はい、こんな感じです。なんかこう見るとさっきのアッシュブラウンがちょっと赤みがかってる感じがしますね。こっちの方がやっぱ黄みが強い感じのブラウンかな。結構アッシュブラウンとメープルブラウンは似た感じのナチュラルさというか、主張のしすぎない感じのカラーなんですけど、メープルブラウンの方がより黄みが強いので、普段どちらかというと黄みの強いメイクが好きだっていう方はこっちのメープルブラウンの方がいいかも。じゃあ続いてラストのカラーですね。クリームフィットペンシルのロージーブラウンというカラーでございます。まあ、ロージーということでピンクがかったような感じの色合いになっております。これも出してみましょう。はい、こんな感じです。結構やっぱこのピンクみというか赤みというかがしっかりと出てくれるんですよ。多分みんなもお気づきだと思うんですけど、今日はねこの色を使っていきたいなって私思ってました。こんだけね結構色がしっかりしてるので、アイシャドウも今日もねちょっとナチュラルめにしてたんですよ。なのでちょっとこれ使っていきたいと思います。せっかくだから分かりやすいようにアップにしようかな。じゃあ引いてみます。いつも私ね目尻だけ引くので、ここにかわいい。何度も紹介してきているので皆さんにも十分魅力は伝えられているんじゃないかなと思うんですけれど、マジでにじみにくいんですよ。つけてすぐこすったりとかすると落ちたりとかはするんですけど、つけてちょっと時間が経つとねピタッて密着してくれて全然にじまなくって、だから私はいつもねこの目頭とかによく使います。なので今日も使っていきますここの目頭の粘膜のあたりだとかに引いていくと、まばたきとかでどうしてもこうよれてきたりとか気になると思うんですけど、全然にじみにくくて、ここがめちゃくちゃ私の好きなポイントですね。ブラウンがベースになってるので主張すぎるカラーではないけど、この絶妙な色、ちょっと可愛らしい感じのカラーなので、女子会には本当にぴったりだなって思って、ついてくれるかな。リニューアルしてもやっぱ着心地は変わらずいいですね。形もいいんですよね。ちょっと平らになってるというか平たい感じの芯で、芯もね柔らかくて滑らかなのでスーって持ってくれるんですよ。綺麗にリキッドのアイライナーがすごく苦手っていう方はペンシルのアイライン使ってみてほしいんですけど、やっぱりペンシルのアイラインなのでちょっと柔らかさが出たりとか結構失敗もしにくいと思います。ただあとラブライナーって美容成分がすごい配合されてるイメージがあるんですけど、今回のこのペンシルのアイラインにもね10種類の美容成分が配合されてて、メイクしながら目元のケアもできるっていう一石二鳥のアイラインなんですよね。はい、こんな感じで今引いてみました。どうでしょう、めっちゃ可愛くないですかこの色。ちょっと色のあるアイラインっておしゃれですよね。すごくこなれ感が出るっていうか、目元の印象がちょっと変わるのでいつもと違った感じを演出できたりとか、であともう一個リニューアルしたところがあって、ラブライナーのリキッドの方のアイライナーを使ったことある方は分かると思うんですけど、ちょっと重みがあるんですよ。そのおかげで安定して描きやすいみたいなのがすごく評判で、リニューアル前のペンシルのやつはその重りがついてなくってちょっと軽かったんですけど、今回からねリキッドのアイラインと同じように重みがついたので、やっぱり安定してね描きやすかったですね。すごい不思議なんですよね。でもそれがこれは多分実際に試してみないと分かんない、伝わらないと思うのでぜひ試してみてほしいです。あと長さもねちょっと長くなってました。若干長さが伸びてたので、だからかより描きやすかったですね。やっぱこんな感じでリニューアルしてたので、これは紹介せねばと思って皆さんに紹介しました。ではメイク続けていきます。でもこのマスカラもラブライナーです。ちなみに言うと、てかそうだ、私知ってる方は知ってると思うんですけど、夏がねそんなに好きじゃないって言ってたじゃないですか。やっぱこう汗がどうしても気になっちゃうっていうので、それであんまり私夏好きじゃないって言ってたんですけど、唯一でもその汗でまあ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 みたいなそういいことというかがあって、自然とね体重が落ちたりとかするんですよ。やっぱり全然気にしてなくても夏バテとかいうのもちょっとあるとは思うんですけど、自然とねあれなんか
夏調子いいなみたいなっていうのが結構あるんですよ。本当に最近は頻繁にお出かけとか旅行もできてないですし、外に出る機会が単純に減ったんですよ。前よりもだから汗をそんなにかかなくなったんですよ、家にいることが増えたので。だからその夏のあ、なんか自然と体重減ってるいい感じじゃんみたいなのがなくなったんですよね。もう一年中増え続けます、下手したら。だからそれがね、最近私の悩みです。そういえばと思って、昨日の夜、あれ、そういえば私夏って毎年ちょっと痩せたよなと思ったんですよ。最近体重がなかなか落ちなくて、やっぱなんかちょっとモチベーションというかが出なくて、なんでだろうって考えたら、やっぱりその外に出る機会が減って汗をかく機会も少なくなったと思うし、シンプルにあんまり動き回ることがなくなったので、それだと思って最近は半身浴を頑張っております。こんな暑い中効率よく汗をかく方法は何かないかと思って考えた結果か、安心浴かなみたいな。やっぱりでもね、やっぱ暑いシンプルに暑いんですよね。もともと暑いのもそんなに私得意じゃないので、冬場でもシャワーとかだったので。でも半身浴はお肌とかにもいいって聞くので、その効果も期待しながら頑張ってお風呂に浸かってます。なんかお風呂に浸かると疲れが取れるみたいな言うじゃないですか、よく。あれって本当なんですかね。やっぱりなんか疲れてるなとか私そんなに分かんないんですよね、自分のことなんですけど。風呂入って疲れ取れたみたいなのもそこまで私は感じられなくて、取れてるんだとは思うんですけど、ああいうのってみんな分かるものなのかなっていう。それで言うと私人の変化とかにもすごい疎くて、痩せた太ったとかもマジで分かんないんですよ。たまにすごい微妙な変化でも気づいてくれる方とかいるじゃないですか。コメントとかでも痩せましたとか言ってもらえることあるんですけど、なんで分かるのっていつも思うんですよね。本当にすごいなっていつも思ってます。なんで分かるんだろうみんなっていつも不思議なんですよね。だからちょっとでも太るとすぐみんなにバレちゃうから気をつけないとって思いながらいつも。よっしゃ、あとじゃあリップ塗ったらメイクは完成でございます。司会なのでちょっと今日は濃いめにいっちゃいたいと思います。ということでこちらでメイクは完成になります。はい、じゃあ髪の毛やっていきたいと思います。ちなみにね、着替えてきました。コーディネートは後で紹介します。今日はストレートでいきたいと思っております。今日はいつも以上にちょっとクールめな感じですよね。メイクも色味はなんか可愛らしい感じのものを使ってるんですけど、意外とこういうクールっぽいファッションとかありますよね。こういうカラーって可愛い雰囲気も出ると思うし、ちょっとダークトーンでまとめればクールっぽくもなれるっていう。もうブロンドヘアもだいぶ定着してきました。どうですか皆さん、だいぶ見慣れました。逆にもう黒髪とか想像できないかな。そんなことはないそんなことはないかな。あの夏になるとみんな結構明るくするじゃないですか。あの現象って何なんですかね。みんな言いません、夏になると明るくしたくなるみたいな。何なんですかねあれって。次髪色変えるとしたら何になるかな。昔はもう月1で変えてましたからね髪色。高校卒業した後っていろいろ染めたくなるんですよね。でも今はそんな冒険もしなくなったなぁなんか寂しいなぁ。ピンクとかも可愛いなって思うんですけど、やった後考えちゃいますね。どうしてもまた色を戻したい時とか大変だよなっていう。なんか赤はすごい抜けにくいっていうじゃないですか。ピンクも赤系だから大変そうな感じもするんですけどね。そもそもピンクが似合うかどうかっていう問題もありますけどね。前にでもねちょろっとだけピンクっぽい時期もあったんですよね。割といろんな髪色やってきてるな。はい、ということで髪の毛もこんな感じでできました。じゃあ最後コーディネート紹介していきます。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃじゃーん。まずこのトップスが H&M でめちゃくちゃ前に買ったロックティーですね。そう、ちょっとね今回差し色で赤っぽいカラーもねいくつか入れていて、さっきあのアイラインちょっと赤みのあるものを使っていったので、それに合わせて今回は所々に赤っぽい感じの色を取り入れています。なのでこの T シャツのロゴがちょっと赤っぽい感じですごくマッチしてくれるので、メイクとも今日はこの T シャツにしました。ボトムスがこれがねスカートなんですよ。レザーのスカートなんですけど、ちょっとなんか模様が若干入ってて、これがねめちゃくちゃ可愛くて、でしかもこんなに大胆に前にスリットも入っててザ女子受けな感じのスカートですね。これがザラのやつです。でベルトがこれがベルシカのもので、バッグがフェンディのヴィンテージのやつですね。前にも紹介したことあると思うんですけど、そうこの取っ手のところも若干赤みが
かったブラウンなので、ここでもちょっとこのカラーを入れております。そして最後にマーチンなんですけど、これもチェリーレッドっていう赤っぽい感じのものを取り入れて、より統一感を出してみました。ということで本日のコーディネートこんな感じです。はい、ということでこんな感じで準備完了したので行ってきたいと思います。今回女子会の前の Get Ready With Me ということで、メイクとかファッションとかもね、女子受けしそうな感じで合わせてみました。今回やっぱりそのペンシルのアイライナーですね、ラブライナーのリニューアルしたものを使いたくてロージブラウンを使って行ったんですけれども、本当に可愛くて、この色味がシンプルめな感じのメイクではあったんですけど、アイシャドウとかリップとかの方がやっぱり面積が広い分、色味を使ったりとかした時に目立ちやすいところではあると思うんですけど、こっそりとアイラインとかでこういったカラーものとかを入れるのってめちゃくちゃやっぱりおしゃれに見えるし、ちょっと人とは違った雰囲気だったりとか、意外とアイシャドウとかを変えるよりも簡単に違った雰囲気を出せるので、一本いつもとは違ったカラーのアイラインとかをゲットしてみるのもとてもいいと思います。あと今はやっぱりマスクもするので、比べ元で印象を変えていこうっていうのは私もテーマなので、よりメイクが楽しくなるなっていう風に思いました。今回はこのリニューアルした4色なんですけど、詳細は概要欄の URL からチェックできるので、ぜひ皆さんも見てみてください。ということで、じゃあそろそろ時間も時間なので行ってきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。